スタートしましたのは U20 女子 60m ハードル予選の予選4組行われまして、上位8名が決勝に進出、続く8名が準決勝に進出します。この間に U18 男子棒高跳び決勝競技が終わっています。優勝を決めたのは谷口海斗、中京大中京高校、4m90 での優勝でした。以上で競技終了です。 U20 女子 60m ハードル予選2組7名の出場です。先頭フィニッシュは片山心菜、中京大中京高校。速報です。1着片山心菜、中京大中京高校、8秒52。2着福井由香、桐蔭高校、8秒59。3着菅玲香、済美高校、8秒76。1着谷中天下、大分荻野台高校、8秒66。2着岸本玲奈、昨夜この花高校、8秒70。
校です。1着刈谷愛羽東京高校8秒47、2着木梨ひな倉敷中央高校8秒49、